輝き水塩光の金属光沢金属光沢とは、金物一般に特有な滑らかな表面に見られる光を反射する性質のことである。金属の場合、金属光沢は、金属内部の自由電子と外部から入射した光子とが相互作用して発生する。金属はその種類、構造により、自由電子群は固有のエネルギー準位バンドを有する。従って、 金属光沢の色は自由電子エネルギー順位の構成を反映したものになっている。金属以外にも金属光沢に似た光沢を持つものがある。例えば、有機金属は非極剤化した電子を有するが、これは自由電子に近い状態で電気伝導度や金属光沢を示す。一方、孔雀の羽や玉虫の羽の色は金属光沢に幾分似ている点があるが、 原理は全く異なる。これらの構造色は、光の波長よりも微細な繰り返し構造に、光が反射し干渉して発生している。例えば銀色は、ウェブカラーとしては C、C0C0C0 が定義されているように、色としては、明るい灰色だが、強い指向性のある、金属光沢を持っていることで銀色だと、識別できるとされている。一方、 その金属光沢の性質を人間の視覚がどう認知しているかということについては、キドヒストグラムの歪みたびや分散などによるということが近年の研究で指摘されている。ありがとうございます。